二人がやってきたのは渋谷のとあるカフェ。ようこそお越しくださいました。はじめまして、国色スミレの二人ですよね。はい、異色のミュージックユニット国色スミレ。クラシックを基調に大正ロマンのテイストを織り込んだ独自の世界観がゴスロリ好きの女の子の熱い支持を集めています。有名ファッション雑誌の特集でも日本を代表するアイコンとして名だたる著名人に並んで取り上げられています。このカフェは中世の教会をモチーフにしています。うわ、あ、なんか結界が入るなって言ってる。こんにちは。こんにちは。集まっていたのは知る人ぞ知るゴスロリ界のファッションリーダー。ゴシックからロリータまでそれぞれの最先端を行くテンスターガールズです。これですよ、まあ、イメージは。いわゆるゴスロリ。そうですね。マリリン・マンソン好きな人。ほらほら、そうです。すごいじゃん。すごいですよ。ドラクエ伯爵尊敬してる人。はい、ほらイメージ通りじゃん。コウモリ飼ってる人。できれば飼いたいと思う人。ほら、おお、じゃあ飼いたい。なるほどね。そうです。ドンピシャですよ。マナムさんはレース付きスカートに破れたタイツやスカルをあしらったゴシック系ファッション。テーマはズバリ魔女。スカートこだわっていて、これは自分でちょっとアレンジしたんですけど、これもアレンジしたんですか。レースをつけて、柄をつけて。すごいな、普通に分かったんだ最初。そうです、なんか知ってたんだ。はい、結構リメイク。そうですね、リメイク大好きですね。真ん中の方はちょっと ロリータ入ってると僕は思うんですけど、なんかこの襟だったり、この丈のフリフリ感が、レースとか。今日は人形がテーマだったので、はい、ハイウエストのアンティークドールみたいな。アランさんも全身黒ですが、スカートのフリルや膨らみが可愛らしいスタイル。テーマはエレガントゴシックドール。ドラキュラ伯爵のお屋敷に置いてあるお人形。ドラキュラ伯爵のお屋敷に置いてある。こんにちは。こんにちは。初めまして。そういうドールじゃないですよね。続いてこちらはアマルビ三人娘。ポイントはピンクをふんだんに使った色合いと甘いモチーフの組み合わせ。ね、普段ちょっとおとなしめの格好してる時と今日はちょっと気合い入れて、例えば今日みんな気合い入れてきてるわけですよね。普段からこれです。なんか今日こちらも普段からそれ、それ地毛ですか。赤身でも。あ、そう。毎日その格好なんですか。はい、一年中。一年中学校行く時も電車乗る時もお買い物する時もいつでもです。いや、すごい、なんか女の子としてすごいなんか憧れる、そういうの、こういうアクセサリーとか海外から取り寄せて買ったりとかしてる。そうですよね、海外には行けなそうですもんね。行けないですね、私入管でね、多分引っかかります。なんかもうパスポート作るときに本人と写真が違うんですけどってすごい揉めたんですよ。作れませんって言われたの。大変だね。ファッション以外の趣味ってあります？普段出かけをしてるんですけど。あ、グワッシュとか出てくるような。ちょっと私大事はそういう。こういう可愛い系なんですね。バラだ。すごい。あ、ほら。竹下イメージです。雰囲気としてはね。これはもうでも趣味の域超えてますよ。将来はもう絵で食べていきたい。アランさんは現在銀座の画廊に勤めながら画家を目指しています。絵を描き始めたのは10年前。そのきっかけとなったのが渋谷にあるこちらのお店です。ここは人形の館。世界中から集められた珍しい人形たちが独特の空間の中に展示されています。アランさん、ここで人形を見ているうちにこの単美な世界を自分自身で描きたいと思うようになったそうです。生と死とか光と闇とか、すごい
して綺麗なんだけどちょっと近寄りがたいみたいな、そういうなんかちょっと怖いようなでもすごい惹かれるような、なんかそういうところが魅力ですね。仕事が休みの日にもゴスロリスタイルは崩しません。銀座のカフェで紅茶を飲みながら優雅にデッサン、ファッションだけでなく職業からライフスタイルまで一貫しているんですね。さてゴスロリ界のファッションリーダーたちにはそれぞれの宝物を公開してもらいました。じゃん、じゃあ私たちはこれです。ゴシックファンタジー界の巨匠ティム・バートン監督のサイン、ナイトメアビフォークリスマスのサインと、これは私たちの似顔絵をティム・バートン監督が描いてくれたものです。へえ、すごいじゃないですか。証拠写真もあります。黒色スミレの2人、あるパーティーに招かれて演奏したところ、その場に居合わせたティム・バートン監督が一目惚れしたんだそうです。白雪姫のドレス。ドレス。はい。ああ。ああ、いいですね。その他にも自作のドレスや手作りブローチなどが次々に登場。どれもプロ顔負け。注目のひよこさんはこちらのデザインが。自分で描いてんの？はい。このまたこのこれも？はい。ひよこさんすごいじゃん。すごいね、上手。ちょっと見せて見せて、ちょっと。うわ、すごいじゃん。え、これも？はい。っていうか、ね、すごい。あ、こういう学校に行ってるよ、もしかして。はい、服飾の学校でデザインの勉強してます。そうなんだね。自分の一番これ自信あるっていうのは？この子とか、去年実物作りました。自分で？はい。そういうことがやるんだ。すごいなぁ。ただの変わり者じゃないんだね。変わり者ですか？すごい時に持ってるね。ちょっと意外でしたね。意外。普段黒い服を、そっちの方で黒い服着る方っています？あ、そう、やっぱ黒着るんだ。じゃあ黒い方3人でこういうピンク着たりすることってない。何言ってんのあんたみたいな。ないですよね。ゴシック歴10年以上というマナムさんはファッション雑誌でゴスロリを代表する読者モデルとしても活躍。ゴスロリ風コーデやメイクも提案する有名人です。今ゴスロリブームの新たな中心地となっているのがここ新宿。このファッションビルがゴスロリビジネスに参入したのです。4つのフロアが全てゴスロリショップ。靴専門店からアマロリ系、中高生向けの入門ブランドまで20店舗78ブランドが軒を連ねます。まさにゴスロリの殿堂です。こちらはゴシック&ロリータを世に広めたと言われる伝説のバンド、マリス・ミゼルのマナ様がプロデュースするショップ。店内はマナ様ワールド全開。フィッティングルームはなんと棺桶です。さらにこんなショップも。中に入ろうとすると扉には鍵がかけられています。実は入り口はその反対側。ドアを開けると怪しげな石膏像がお出迎え。なんとも言えない怪しい世界が広がっています。手が突き出たテーブルを支えているのは不気味な全裸の女性の像。他の店にはない個性的な店作りが話題を呼び、熱狂的なファンが全国から来店します。このファッションビルでは商品を買ってくれた人を対象にゴスロリパーティーも開いています。軽食や飲み物は全て無料。これはロリータ必須の縦巻きロールの講習。こちらはゴスロリ風のボディーアート。服を売るだけでなく周辺情報も提供して新たなゴスロリ層の取り込みを狙っています。これから好きになった人がその服装やめてくれって言ったらどうします？そういう人はお断りします。そう、
彼氏はどんな人なんですか？整備士。整備士、はい、そう普通の、はい、最初会った時スウェットとかで改造しました。改造したんですか？はい。今はどんな格好してるんですか？もともとメタルが好きなのでそっち系統に。あ、じゃあ自分が変えられるっていうよりどんどん彼氏を変えちゃう。あまりちぐはぐよりはちょっと系統も寄せといた方がいいじゃないかと。ではここでそんなひいこさんの生活を直撃。こちらもやっぱりロリータスタイルを崩していませんでした。徹底していますね。現実から離れられるっていうと、例えば可愛くないとかこういろいろコンプレックスがあっても着てるときは自分なりにちょっと自己満なんですけど、お人形さんになれるとかっていうので気持ちがいいです。ひいこさんの特技は洋裁。普段は洋服のお直しの仕事をしています。こちらは全て自分でデザインして縫い上げたドレス。これまでに十数着ものドレスを作ってきました。どこにいっぱいレースをつけてフリーズをつけてリボンをつけてっていうのがもう思う存分にできるので楽しいです。彼女に大きな影響を与えたのはお母さんの存在。小さい頃から手作りで可愛い洋服を作ってくれました。ロリークはお母さんの好きなんで結構いろんな買いに行くときはだいたいお母さんと買いに行ってちょっとこっちはどうかなとか。別にね好きな格好するメイク形わけじゃないんで思うのことでパラメーサイしなかったし、お母さんももうずっと前からお直しの洋服をして洋裁のことをやってて、それで一緒に私がちょっともうちょっと腕が上がったら一緒にお店を開きたいなっていう夢があります。今は素敵な夢ぜひ叶えてくださいね。ここで番組にスペシャルメッセージが。なんとゴシック&ロリータを世に広めたと言われる伝説のあのお方からメッセージです。あれ、マナ様、こちらのお方は。マナ様は公の場ではお話にならないので私が通訳いたします。ゴシック&ロリータを愛する女の子に向けてメッセージをお願いします。このスタイルは流行に左右されるものではない。誰が何と言おうとそれがあなたのスタイル生き方であってほしいと願っています。一生この世界を愛し続けてほしいです。マナ様どうもありがとうございました。